私は分かってしまった。分かってしまった。レイムには会えないということ。なんでですか？このゲーム巫女逆がひどい。いやもう絶対ロングノーツだって。絶対ロングノーツってくるこれ。でつって。絶対。ちょいや際どいのあった今。段かぐってるって。いやマジ。えちょっと。5000回くらい見るわこの PV。別にそんな見るところないけど。見るところないけど5000回くらい見るわ。8月7日。これ。東方弾幕祭り。これさ。2024じゃないですからね。2023ですからね。アンナウ X の開発ペースがおかしい。会えないの悲しいからやめて、それ。際どいなった。これ、段かぐってます。これは危ない。これは危ない。段かぐってる。あ、早い。めちゃくちゃ早いんだけど。段かぐってるこれ段かぐです。ちょっとこれ危ないですよ。他いないの？でかすぎだろ、通り。クソでか鳥居あるんだけど。でかすぎだろでかすぎる鳥居が。なんだよ、これ。これちょっと、清涼感ありすぎて段階じゃない。獣耳やんけ！これ誰？なんだっけ？かげろう？かげろう？これ。ケモ耳やん。え、なんかもうソシャゲすぎる。SSR だろ、これ絶対。これなんかさ、ごめん、本当に気になるんだけど、鳥居でかすぎるのが気になる。鳥居でかすぎるでしょ。もう虹貫いてるやん。虹の上にさ、てっぺんがあるんだけど。今度はそのマリサのさ、目にさ、レイムが映ってんだよね。え、マジエグいって、綺麗すぎる、普通に。え、なんすか、これ。マジやばい。え、てかさ、これさ、箱庭に置けたやつじゃない？箱庭に置けたやつってさ、めっちゃ見覚えあるんだけど、これ。え、マジでやばい。団子屋が気になる。ここの団子屋ありえねえくらい気になるんだけど。なんか、霧かかってない？なんか。ここ。ここ、謎の霧がかかってる。これ何？わかんない。ちょっと、あれかもしれん。アンノン X 原作オタクすぎて、俺が追いついてないだけかもしれない。え、ここどこだよ？異世界転生すんなよ。異世界だろ、ここ。え、これ異世界だろ、マジで。これ、ねこれはさすがに異世界じゃない？これなんだよ。異世界すぎるでしょ。いやー、任天堂スイッチ。任天堂スイッチ、スチーム。みんな見ような。絶対見るぞ、これ。絶対見る、これ。仕事ある人も学校ある人ももう休んでください。ダメです。ダメです。何があろうが8月7日、絶対見てください。はい。命がかかってない限りはもう見ましょうね。開催決定。金あるんか、そんな。私は俺らから絞り取った金があるからな。